はい、皆さんこんにちは、アザラシマニアです。アイスボーンですね。一応ですね、自分ですね、まあ今までね、上位で使ってた防具でもね、特にまあまだね、まあマスターランク1のクエストなんでね、まああれなんですけど、特にね、まあその支障は何もなかったんですけどね、なんか火ダメが特別増えるとか。でもまあね、試しにですね、まあちょっとマスターランクの装備をね、ほんと序盤で作れる装備ですね。このまあ一応ガンランス用ですけどもね、まあ、武器はねこれまあ上位のものを使ってますけども、はい。で防具がね、頭と胴と、腰と足はですね、マスターランクの序盤のものですね。ブラトドスの頭と、ボーンメールと、腕が、上位のですね、ゾラマグナクロガンマで、腰が EX ガルマコイルベータで、足が、これも、ブラントドスの足ですかね。でね、まあ防御力がね、563、結構高いですね。でさらにね、まあスキルもこんな感じで、耳栓レベル5、体力増強レベル3、弱点特攻レベル3で、砲術レベル3で、まあガード性能がレベル3ですね。でまああとね、まあその他もろもろスキルついてますけどもね、まあ序盤でね、ガンランスでこれだけ装備揃ってればね、まあ全然なんかいけそうですよね。これ多分ね、快適にこれでしばらく狩りができそうな気がするんですけど、それでね、今日ですね、ネクサスモッドの方でリリースされてたモッドですね、ですね、名前なんだっけ、あ、ちょっと後でね、ちょっと編集の時にこれ名前やっときます。その、モッドを適用してね、この適用するとこのボーンメールのですね、形状が変わります。それがこちらですね。はい、どうぞ。さあどうですかこれ、ほらボーンメールが形状が変わっちゃいましたね。しかもね、ほら揺れますね。ちょっとねこれね、まあどこまでのね防具がちょっと対応なのかね、ちょっとまだ自分これしか作ってないからちょっとわかんないですけども、ほらすごいねこれ。これ他の防具もこれ揺れんのかな。あ、あれだねこれ、これも変わりますね、リオレウスのも。ねえ、ねえ、いいですねこれね。多分ね、これ今までね、リリースされたものをね、過去のまだね、無印だったワールドの時にリリースされた、あ、これもバゼルメールも変わってそう。あ、これも揺れますね。いくつか変わってるっぽいですね。はい。まあ、こんな感じですわ。はい、それではですね、今日はこれだけです。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。それではすいません、失礼いたします。